現在私は日本代表ボートチームのアスレティックトレーナーを目指して日々活動しています。アスレティックトレーナーは常に選手の近くで活動するため、スポーツ現場ならではの臨場感を味わうことができる、とてもやりがいのある職業です。私は主に怪我が発生した時の初期対応、競技復帰までのリハビリテーション、テーピング、トレーニングなどを勉強しています。これらの知識を生かして、将来は多方面で活躍できるアスレティックトレーナーになっていきたいと思っています。トレーナーとしての知識、技術を高めていくために、高校ラグビーや大学のアメリカンフットボールチームで、プロのトレーナーについていただきながら現場で活動しています。私は現在、日本体育大学の軟式野球部に所属しており、全国優勝に向け日々活動しています。日本体育大学は、アリーナやトレーニングルームなど、施設がとても充実しており、スポーツを学ぶのに最適な環境が整っています。この恵まれた環境の中で、バイコーでの学びを生かし、より深く、専門的な知識、能力を身につけ、将来はスポーツの普及、発展に直接的に関わっていきたいと思っています。消防士目指してます。柔道整復師になりたいです。大学で首位打者になります。自衛官目指してます。僕は仕事をしながら野球を続けます。ダンサーを目指してます。プロを目指します。スポーツクラブの経営をしたいです。チームに帯同するスポーツトレーナーを目指してます。将来社長になってみんなが健康に暮らせるような社会を作りたいと思います。人生は冒険や。